眠いじゃん。こんばんは。うわ、手痛。ああ、ずっと手痛いね。終わりそう、手が。手がサービス終了しそう。こんばんは。はい。寒いチャム寒いチャム、あうわー、オレンジの布団最高最高だぜ、ほんとによ最高だ、あったけプレゼントありがとうございます、ゆきのありがとうございます、ハートありがとうございます。そう、私は寒いんですよ今。きえ寒いエアコンついてんの本当にこれ、あついてんだけどさ起動しないちゃむ、寒い、ありがとうございます。もう着いた、ありがとうございます。そう、お腹空いたからめっちゃ今食べてる、昼ご飯食べなせた、コーヒーな、ありがとうございます。雪もありがとうございます。オーナメンツもありがとうございます。雪ありがとうございます。今日は僕の太陽公園シンポジだった、シンポジドキドキ、オキドキドキ、でもちょっと間違えちゃったところとかねあったんで、また次回頑張りたいですけど、その次回が来るのかは分かりません。はい、ハートありがとうございます。うわー、もうほんと数億年ぶりぐらいに僕ジュリやりましたよ、私は。シンポジお疲れ様でした。そうなんですよそうなんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。カムサムニだ、よかった、下の握手会楽しみです、俺も楽しみやだ奥尻あれて幸せした、良すぎた、良すぎたさんチーム、良すぎたくん、ハープ、ハピネス、雪ありがとうございます、おおラブライトもありがとうございます、しぼじよかったって。やったやったね枕だ俺の、シマエナガ枕、ああやっぱこのベッドが一番最高だ最高だ、ここに座ったらさ、マジ何もコメント見えない、ね、至近距離ひなら摂取した、イエー、ありがとうございます、コーヒーな、そう今日自分のポジションだと思ったでしょみんな、
シンポジウムでした。なんか久々になんかシンポジというものをねやってみたくなって、つえそうお願いしたらやらせていただきました。かまさまにな。お、雪ありがとうございます。しぼしびっくりしただよね。サプライズサプライズ。いやー緊張しました。今日のひなのの髪型ベリーゴッドでした。もう髪ついちゃったんだけど、そう僕ジュリアースでねじりねじりねじりでちょっとかっちょよくさせていただきた。なんか風の浅い進歩施設上がってて端ハンギーで下手から初めて抜け出したってことね。進歩施設だったからたくさん練習してたんだね。お疲れ。そうなんですそうね、そう。だからいっぱい通ってたんですよ。そうなんです。偉すぎちゃうんや。ほら。なんか袋の中めっちゃ人んちの匂いですね。あ、プレゼントありがとうございます。雪もありがとう。袋開けたらめっちゃ人んちの顔いやなんか人んちの香りすんなって時あんじゃん。いや自分の家じゃ絶対変わらないだろうみたいなさ香りあんじゃん。それめっちゃ人んちの香りする。これこれじゃないね、袋の中めっちゃ人んちの香りする。ねえ何も見えません。何も見えないよ。でもこれで寝れるってことでしょ。あーなんか寝れるのかな。でも寝れるかもしれない。へえ、毎日これつけて寝れるんだ。シュワンネーションついちゃったうわぁファンデーションついたちゃん。ちょっと洗濯しよう。ファンデーションついちゃったから洗濯しよう。乾燥してかゆいとこある。いや足とかめっちゃ乾燥しちゃうんだよね。バドミントンの練習終わって今家着いた。お疲れさんちもです。そこで iPhone 違いました。 目隠しではないか。なんだろう、目なんだっけ。このキャラはじゃあ弟につけさせますね弟に付着させますね。ありがとうくんです。
ありがとうくんです。弟と母に、あ、そう、アイナナのグッズもらった。破綻そって、そうだったんや。びっくりした、マサイマユから手紙来たのかと思った。違うマユさんでした。ハートありがとう。今ありがとうございます。本当にマサイマユファンからでした。あ、マサイマユから手紙来たって思ったら、マサイマユのファンの子からお手紙来てました。すごい、それはマユだわ。マサイマユー、ありがとうございます。すごい、合同お手紙さんでした。頭皮が乾燥してかゆい。でも頭皮ってさ、もうさ、どうしようもできなくない？知らないけど。ちょ、わからないけど。なんかクリームつけるとかの次元の話じゃないじゃん。わかんないけど。暖かいパジャマをもらったです。うわー、嬉しい。毎日寒い思いをしなくて済む。うわー、ふわー、かわいいなり。やったー、あー、プレゼントありがとうございます。うわー、寒いんだ毎日毎日。来週末に2023年終わりって、マジです。あー、プレゼントめちゃくちゃめちゃくちゃありがとうございます。そう、何よりもね、ちょっとこれですよ。これ何よりもっていうか、こちらですよ。もこもこだあがいで、こちら、うわう怖紹介の仕方怖、うわう。おい、今日はですね、受け取ってきましたよ。うわう。怖っ、怖えよ、声が。うわう、やった。
誕生日のアルバム紹介の仕方違うか裏を見てほしいんだよね。見てください。いやいやだ怖いよ。なんか切れそう切れないけど切れそう あプレゼントありがとうございます。そうお誕生日メッセージが皆さんからのねいただきました。すごい表裏でそう、わー懐かしいわってチーム K の時のマネージャーさんと話してました。切れそう。これに関してはマジで切れそう。すごいよね。マジどこで見つけてきたんこれみたいなこの素材一体どこで見つけてきたん。すごくね。湯沢屋だったから言ってんのすごくないすごいよね湯沢屋そうこれ実はですね本なんですよ。切れません切れません。一緒ね読んでいこうと思うんですけどなんかついてるよなんかついてたゴミついてゴミついてなんかちょっと破片ついて、異物混入。湯沢屋正解好き。お湯沢屋女さん切れません。うわー一人目から名前が書いてない個人名だし読んでいい。うわ一人目から名前書いてないから誰かわかんないです。うわありがとうございます。もうああそっか誕生日だから6月か。私書いたっけわかんないちまって。雪だるまありがとう。ちょっと読めないこれ誰だ。じゃ読めないんじゃなくてちょっと薄れちゃって見えない、うん、俺も書いた気がするけど覚えてね。覚えてろ確実に書いたって思い出してよ。当たりやっています。ハッピーバースデーって書いてある。すごいデザイン力高い人いるこのカードにおいてのデザイン力高い人いる。デザイン力とか長文にきねき長文にきねき。そんななんかさ論文ぐらい長い人いない。ああねあこの人よくドボンで会うべ。太陽になってください太陽になってください。すごい見えだってドボンニキやーちゃんやっほーだね。明日行くよーで、あよろしくお願いします。明日おはん明日しかいです。お昼さんにやったよ。ドボンで会う人も覚えてるかね。そうドボンでよく会う人はちょっと名前覚えやすいですね。すずありがとうございます。今もすずおすごい
デザイン力高い。こんばんは。劇場公演、今日の劇場公演2列目神手が見ました。楽しかったです。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。私が行くよって。よろしくお願いします。プレゼントありがとうございます。あれ気づいちゃった、気づいちゃったくん。すごいデザイン力高え。おめでとう。アメリカから応援してるって。グローバル女。ひなちゃんって、わかんない、これなシップ出るん。なんて書いてある。個別握手が4年ぶりだよって。わー、ありがとうございます。失神。失神って何。失神って何か分かってないから多分大丈夫。出てない。そっか、まだ卒業発表してないから。みんななんかちょっと気まずい気まずどうって。元気。みんなまだ明るい。明るい。うざつな気持ちに目線がまとめてた。それはそう。なんか4歳の子からカード来てる。4歳。うわーすごい。幼稚園生みたい。幼稚園生の時に見る文字だ。幼稚園生の時に見る文字だ。かわいい。幼稚園奈々ちゃん大好きって書いて、かわいい。明日カワソー T シャツ着ていくからわかるよって。 OK OK。 マルチョンマルチョン。かわいい。4歳だ。4歳だちゃむ。その反応見たいから、卒業見せか4歳じゃん。ふりしかこうやって読めませんち。読めませんち。ジョージをよろしく。任せろ。キーちゃんに送った。ジョージ来た。ジョージ来た。
なんか 2枚目書いてる人いる2枚目書いてる人いる。一緒に売ってるボックスめっちゃ可愛かったな。ね、可愛いだよね。うちが作ったわけじゃないんだけど、可愛いでしょって言おうとして皆さんは書いてくれましたか。これこんばんは。兄ちゃん近いうち会う予定ないです。かわいい文字、うにゃ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 。待って、赤ちゃんが描いたみたいキッズが描いたキッズ、これキッズが描いたのかな。ひなな22って書いてある。22って書いてある。キッズが描いてくれて可愛いちゃうね。キッズ人気。開業の仕方おもろいな、これ。クエって何？え、待って、お誕生日おめでとうって感じ。かわいい。絶対これキッズやん。わかんない、これキッズじゃなかったら気まずいんだけど。キッズが書いたやつじゃなかったら気まずいんだけど。やばい、アイドル続けてねとか言って、気まず気まぜっとにや。キツキツだ多分。3枚目来たじゃん。3枚目、うん、なんか試し書きした人いるこれこの紙で試し書きした人おるか。資源がたまに名前書いてないんだよな22おめでとうってしんどい、おもろ。下村が揃った声が見られますように。だってやった、シフト同じにしてください生まれてきてくださってありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます。ご丁寧にありがたいですね。
ひならちゃんが AKB の希望であり支えです。応援してます。その支え俺です。俺支えてるらしい AKB を。やったこれ。 AKB 支えちゃってるらしい。マーニーマーニーだからね、ちょっと多いのがエリちゃんをよろしくお願いします。エリちゃん、エリちゃん、エリちゃんは任せろりー任せろりー。あー、韓国のひななファンですって。ありがとうちゃんですよ。小田ひな界、小田ひな界隈かな。うん、あ、ありがとうございます。やば、私その大事な文章多分書いてないや、書いてないですね。ひななは友達やでみたいな、ひなな友達やでみたいな書いてあった。あのさ、ちょ、メンバー枠もあんのさ、これ。でも、そう。これ、アミちゃんさ、2枚あんだけどさ、ずっと太陽でいてねって書いてあるの。小田さんのもあんだけどさ、これからも太陽でいてね俺は太陽になるべき人間なのか。おもろっぷ。いや、なんか個性があって面白いですね。あー、終わっちゃいました。読み終わって、ここまで実に10分ぐらいかかったかな。太陽連ね、同じこと書いてて面白かった。同じことうちのこと太陽だと思ってるみんな。やった、ありがとう。ご丁寧にね、生誕委員一同様からお手紙が届いているので熟読させていただきます。下口稲田さんへ、かなり遅くなってしまいましたが、生誕アルバムが完成したので送ります。表紙は田口チーム系逆上がり衣装、裏表紙は僕の太陽アンコール衣装、どちらも下口稲田さんの22歳を象徴する衣装だと思って選びました。たくさんの愛の詰まったメッセージたちです。届きますように。いや、届いてます届いてます。生誕、下口稲田生誕一同様より、一同様よりいただきましたよ即日届いてます音読の声低くて自分いや、見バレするかなって。見バレ
何の何の身バレ。ありがとうございます。実配達すごい早い早い安い早い安いうまい牛丼っすね。かいかいすごいです。ありがとうございます。こんな素敵なアルバムをいただきましたよ。ありがとうございます。ブレードありがとうございます。技術力が高すぎてビックラポンスビック技術点高いっすねこれ。いやでもこういうのをいただけるのもね多分人生でそんなないと思うんで、あともう片手で数えられるぐらいしかきっとないと思うんで、本当にありがとうございます。こんなにたくさんのメッセージが届きましたよ私の手元に。ひななかやめっちゃかボックスもだしアルバムも技術力やばいよね全部かわいいやばいよねうちのファンプロがいますなんか作るなんかね企画力のある人間が企画力となんかそれを実現するにあたっての行動力があの技術点がとても高いなと思いました。プレゼントありがとうございます。卒業のボックスもやばいってきました。うちさちょっと一瞬しか見えてないからさどんな感じになってんのかさあんま分かんないんだよね。こんな劇場行ってんのにこんなに劇場公演行ってんのにさ、そのアイドルにさすがにねアイドルじゃなかったらもらえないんで、そうあともう残りそのメセカボックス置いてあるからあと残り1回ぐらいですかね人生の中で。いやたくさんね今までいただいちゃってるんでいただいてしまっているんで本当に感謝感謝ですよ。でも最後のはどうなるんですかね。だってもうなんか集大成みたいなの来ちゃった集大成みたいなの来ちゃったからさ、えもう次は何もうねなんだろうどんなのが届くのか楽しみですね。なんだろう喋るとかボイス付きかもしんないもしかして。ちょっとこの桃が太ってる太るやばんね自立するかもしんないハードバカげしねすごい。でも誰のボイスが届くんだって話だよ読み上げ機能すごい。ありがとうございました。そうラストねボックスごといただきたいですよねそう今まで作ったボックスってね一体どうなっているのかちょっと気になったりはするんですけど、誰かんちの貯金箱になってるかもしれないね貯金箱宅のボアイス
ね、誰かんちの貯金箱になってる可能性もねあるんで、すごいね、なんか貯金箱、貯金すごいいい貯金箱だよね。ボックスもらったことないですよ、うん、人生の中で。そう、メッセージボックスのあの物もらったことない。じゃあ最後のメッセージカードのやつは巻物かな。巻物こうやってビュー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 ってビヨビヨビヨーンってもう何メートルみたいなビロビロビロビヨーンみたいなのがね来るかもしんない。今から欲しいって言っときなって。ね、欲しいですね最後のやつは。巻物やばそう、大変そう、作るのちょっとね、もう立ってらん、座ってらんないんですよ、ちょっとオーバーだから、もうオーバーだからちょっと座って、いいの方ですか。ジャバラン、そんなこと言ったら本当にやりかねえ人たちなのでやめてほしい死ぬ、え、いいやんやったー、大宮さんに出せたんだか。手紙はいつも巻物だった巻物、じゃあ巻物にしたためてこようかな、言いたいことじゃあ今日は今、皆さんにね感謝の気持ちを伝えたいなって思って持ってきました。それでは読まさせてください。ビロビロビロ長え、あ、ちょっとそっち待って待っていいっつ、背景が背景から入る背景、最後の最後で巻き物できたらさすがに笑っちゃうかもちゃんと筆で描けなよちゃんとね筆でしたためて、うん、ね、巻物に書くんだったらね、巻物アマゾンで売ってないかなアリエクとかで売ってないよ巻物、うん、セレモニー今日は、皆さんに、感謝の気持ちを伝えたいなと思ってしたためてきました炭から吸ってね、やば、うち炭吸るから、すまんね、俺炭吸れる人間だな、本当にみんなのおかげで今日まで生きてこれました、ありがとうありがとうめっちゃ長い、打てるよ打てるよ、やったシーンとかで打ってない、したためてきました。でもちょっと今親指がサービス終了しちゃってんだよね、痛いすなんか痛い、親指がサービス終了してます、私の殺臭してます、
ひな。そうなんですよ皆さん、気づいてますか、明日お話し会ですね。ハンドシェイクパーティーシェイクハンドパーティー、シェイクハンドパーティーインワンクハリベーサー、来てくれる人そう、もうね大完売しちゃってて、ちょっとね皆さん、そうなんですよ、大完売しちゃってて、はい、そんな長くないんですけど、そしたらラストです、よろしくね、よろしくね。指輪シップ貼って寝ますってことは終わらなくてレイどうですかでも結構ね、もうほぼ毎回そうなんですよ、だから多分移動する可能性がありますね。特急機から特急課金しました、買えなかったっす、まあ買えなかったっす。コーヒーな、明日髪型何にしようかな。エビサービス再開できますよね。ああ、雪ありがとうございます。ハートもありがとう。ちょっと喉かいちゃって。最後に本当に申し訳ないんですけど、アルバムスクショタイムいただけませんか。仕方ないな、これ仕方ないほんとに仕方なさそう。いいですよ取れた、最低次元編成虹にはまりそうです、助けてください、ここにはハスにはまりそうな人間がいるんで大丈夫です最低いいですよって、ほら行く行く、嬉しくなさそうな顔、あおっとっとデマイの持ち方やばい、あすかりました、やったー、ありがとうございます。ね、スクソタイムしたら時間になりそうです、まずあーたうわー、シンポジオ終わったし、冬休みだからめっちゃ寝ちゃおうっと、もう夕方まで寝てやる夕方まで寝てやろうっと、休みの日雪だるま、ちょちょ雪ありがとうございます。じゃあもう58分なんでランキングやろうと思います。私はもう時計をゲットしたからいつでもね時間が見れますよ。13位ゆりなさんありがとうございます。12位こさんありがとうございます。11位ねずみきゃんさんありがとうございます。10位れんさんありがとうございます。9位ロンリーザウルさんありがとうございます。8位ぶんちーな
チームチラありがとうございます。7位ビクトリアさんありがとうございます。6位サプライズレバーチームチラありがとうございます。2位5位萌えさんありがとうございます。4位マキマさんありがとうございます。3位ケンタさんありがとうございます。2位シンゴシンゴさんありがとうございます。1位ユーティゼタさんありがとうございました。明日は起きてね。どうしよう、明日遅刻したら気まずということで、明日遅刻しないように起きようと思います。でもね、私この布団で寝ると遅刻するんだよねそんなことないです。ありがとうございました。また明日直接会う方はよろしく、じゃない方もよろしくお願いします。おやすみなさい。バイバーイ。Bye.